え、皆様お待たせいたしました。えっと今日の記者会見を始めます。えっと今日のあのゲストは千葉大学教授の栗田佳子先生です。あのまスーダンの地域研究ではま日本では第一人者の方でありまして、ご存知の通り、スーダンでは1ヶ月以上経ちますけれども、もバシール大統領30年続きました。けれども、独裁政権が。 民衆のまあ抗議デモ、そして軍によるまあクーデターという形で政権が倒れたわけですけれども、あのまあ民主化を求める民衆のデモというのが非常に大きな役割を果たしたわけでして、でそれがま最終的にそのスーダンの民主化にどのようにつながっていくのかどうか。そのの後軍の評議会が 今政権を握っているわけですけれども、えー、民主化を求める人々の座り込みが今も続いているというのが現地の状況です。まあ、第2のアラブの春というような表現もメディアには出ていますけれども、今後、スーダンがどういう方向に向かっていくのかというお話を栗田先生にはしていただこうと思いまますす今日は質疑のの時間も十分に取りたたいいいいと思いますのでよろししくお願いいたします。 私はあの日本記者クラブの企画員を務めております NHK の解説員の出川でございます。どうかよろしくお願いいたします。それではあの栗田先生の方から早速お話をいただきます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。 はい、えっ、ー、と今ご紹介に預かりました。千葉大学の栗田です。よろしくお願いします。えっ、ー、と最初のお手元の資料を確認していただきたいのですが、えっ、ー、と基本的に今日のレシメと申しますか、論点を記しました。a4 の紙1枚とですね。あと、まあそのえっ、ー、と。見開き a さんの地図がございます。えっ、ー、と。 スーダンとって今日その南スーダン独立とかあるいはダルフールとか、えー、地名が出てくると思いますが非常に大雑把な地図ですただこれは非常に分かりやすくて NHK の「視点論点」という番組に出させていただいたときに作っていただいた地図がすごく分かりやすかったので使わせていただきたいというふうにお願いしたら国力を領、OK、いただきましたのでそれを使わせていただいております。 でその下が今度ちょっと後半でその今アラブの春との共通性と話もありましたけど、えー、スーダンだけにとどまらず中東アフリカ政治の中でのスーダンと話も少し触れたいと思いますのでせスーダンのこうそれからもう一枚、えっと、英語の、えっと、裏表の A4 のものでこれちょっとその、えー、今回の民主化運動の中で一つの重心になっております。えっと自,由とえー、自由と変革ののための 宣言,宣言ですねデクラレーション・のフリーダーマン・チェンジとそれを、まあえー、出した制度がおりましてそれはどういう宣言なのかということを後でちょっとご紹介するかもしれませんのでこれ普通にインターネットで見られるものですけども、えっと、裏表でコピーしたものをお,送りお配りしております。はい、では、えー、お話の方に入っていきたいと思います。はい、基本的にレジュメに示しました、えっと、論点に沿ってお話ししていきたいと思います。 最初にまず、えっと、今,今回スーダンで起きたことですねそれから実は4月11日にそのバシル政権というのがバシル大統領が失脚したという大きな。 節目だったわけですがただ、えっと、重要なのはそ,そこで終わったわけではなくて今も現在進行中で起きていることなんですねで先ほど出川さんもおっしゃいましたようにその民衆が、えー、バシールが失脚ただけではよしとしないでそのこう民主的な暫定政権づくりを求めて今もってそのデモ抗議行動でありますとか、えー、国軍の軍の司令部の前での座り込みとかを続けている。でさらに今週の えー、火曜日、水曜日ですね28日、29日ではその2日間はジェネストが行われてですねであのインターネット見ても昨日あたり開いてみるとそのスーダンのありとあらゆる公共機関とか空港とか、えー、薬局とか,なんかいあらゆる事務所とかそういうところ全て人がみんなジェネストをしてですね私はストをしているなんてアイム・オン・ストライクなんていう子。 スローガンを掲げている図像で画像であふれておりましたがそのゼネシドなんてこともついこの5月28日29日に取り組まれたそれに対して今後あの軍暫定評議会がどう出るかっていうのがこう 要する世界がカタツを飲んで見守っているそういう状態です。なのでスーダンの起きたことって言いますか、むしろ今起きまだ起きている現在進行中ですね。そのことの意味っていうのをまず最初に確認します。で、手川さんおっしゃいましたように、基本的にやっぱりこれ非常に大きい事件だと思います。えっと過去三十年間にわたって政権にあったババシール政権というですね。で、アフリカでも非常にその中東アフリカでも非常にやっぱり強権的で 警察国家として知られた独裁政権なんですが、それがあの倒れたでしかもあのまた、あ、直接的な軍が解任したんですが、やっぱその軍がバシール大統領いを解任せざるを得ないところまで追い込んだのは、えー、民衆の力ですね。で去年の2018年12月から。 スーダン全土でデモが始まってです、ね、それは次第に大規模になっていってで今年の4月以降はその国軍の前での座り込みというのを始めてでその最終的に4月11日民衆の平和的な非暴力の活動ですねそれがまあ最終的に軍を動かす形で大統領を退陣に追い込むという形で非常にアフリカでも独裁的な強権的な非常に強い警察国家体制を敷いてきた政権を既の民衆がすでで 非暴力的な手段で追い詰めてとうとう退陣まで、えー、引き起こした非常に大きい事件ですね。でさらにそこで終わってしまわないで、その後一応その暫定軍事評議会というですねものができて、そのバシール解任後は。<coughs> それが移行期の政治を担うといったんは言ったわけですけどそのデモや抗議行動の立ち上がった民衆の側はそうじゃなくてもっと民主的な暫定政府を作らないといけないそれができるまで自分たちは抗議行動をやめないといって今に至るまで座り込みであったりデモであったりゼネストが続いているという意味ですそういう意味で非常になんかこう画期的な事件だなということができると思います。でえっと でですね、ででバシル政権ってそもそもどういう政権だったのかということを振り返ってみますと、えー、先ほど申しましたようにまあその30年続いた独裁政権なわけですが、えー、その間にスーダンで何が起きたか起きてしまったかって振り返るとあの日頃中東やアフリカにあ,のあまり関心がない日本の,例えばの市民や一般の視聴者の方でもおでそ、ね、らくえっとダルフルスーダンというとダルフール危機というのは聞いたことがあると思うんですね。でえっと、年以降スーダンのの西部の 地図をえー、せっかく地図がありますのでご確認いただきますと西部にダルフル地方ってありますがここで、えっと、この地方の住民に対する中央政府の、ま、ずバシール政権の弾圧が強まってで、まあ、バシール政権が直接手を下したのかあるいはバシール政権がや政権側の民兵民兵組織に主に 責任があるのか、まあ、諸説ありますが基本的には政府側の民兵の手によって、えー、まあ30万近い人が最終的に犠牲になったほとんどジェノサイド的とも言われる弾圧が起きたダルフール危機ですねであの当時21世紀入ったばかりのところで顕在化したので今世紀最大の人道的危機と当時 国連に言われた。その後たらもうシリアとかイエメンとかいろいろ危機が出てきたので、今イエメンの方が深刻かもしれませんが、えその2003年にはそういう当時国連によって今世紀最大の人道的危機と言われたダルフル危機が起きました。でもう一つスーダンというとやはりそういうそのバシール政権のこういうまあ基本な 基本は低開発地域に対する弾圧抑圧政策と取るべきだと思うんですがその対象になったのはダルフールだけではなくてむしろそれ以前から激しい弾圧の対象になっていたのは南スーダン南部スーダンですよね。でここは結局耐えかねてというか最終的に2011年に南部スーダンが独立住民投票の結果分離をもと決定するとで、まあ、今、南スーダンという形で分離独立して別の国になった。 その後南スーダンでの展開した国連平和維持活動 PKO に参加するために日本の自衛隊が行ったということが記憶生々しいですねで今でも今でも司令部要員としては自衛隊員の方派遣されていると思いますがそういう意味でもダルフル危機とか南スーダンというと結構マスコミでも取り上げられることが多くて我々にとっても <coughs> 大きな問題です。でそういうい意味で スーダンは日頃意識されないけど実はいろんなところで国際政治とかあるいは日本の政治にも関わる形で節目節目で重要な存在であってですねでその音をたどれば全部実はこれバシール政権下で起きているということですなのでそのすべての問題の根源だったバシール政権というのが今回民衆の力で内側から倒れたってすごい大きいことでですね でなんか私なんかは今,今でもスーダンの状況非常に予断を許さない緊迫した状況で一応バシールを失脚させたとは言っても結局軍事政権になっちゃうんではないかとかあんまり変わらないんではないかとかいうふうな悲観的な見方もありますが100歩譲ってこの後全部潰れてしまったとしてもこのバシール政権をすでに民主が倒したというだけでいいんじゃないかとこれずいぶん大きなことだと思ってです,、ね、すごく誇りにスーダンを研究してきた人間としては誇りを持ったりします。でまあ 今頃言っても仕方ないですがこのバシル政権を倒すってことがこのあの今年起きたことがもうちょっと早く起きてればダルフール危機も起きないで済んだかもしれないしですねあるいはその南部スーダンが豪雨にいして分離しちゃうなんてこともなかったので南スーダン独立し分離しなくてもよかったかもしれないしだったら自衛隊もわざわざ行かなくてもよかったかもしれないしですね、まあ、言っても仕方ないですがもうちょっとその早く今回の革命が起きてればダルフール危機も南スーダン分離問題もなかったかなと思います。 まあその言っても仕方ないけどと言うとあとで述べますようにスーダンの人々はずっと前からダルフード問題も南スーダン南部問題もこれは結局バシール政権を倒すことでしか解決できないから自分たちが倒すとスーダンを民主化することで解決するんだとずっと20年間くらい言い続けてたわけですね。たただそれが後で申ししま初の事情もあってなかなかかこう 解決でき実現せず遅れの遅れた結果今年になったのでそれまでにダルフールは大ジェノサが起きてしまうわ南スーダンは分離してしまうわということになったわけですがまあ何ものねだいですがこれ30年前の起きてて二十数年前の起きててくれればダルフール問題も自衛隊が南スーダンに行くこともなかったのになとそういうふうなことも言えるかもしれません。はい、以上が今今スーダンで起起ききたここととあるるいいはての 意義私たちにとっての世界にとってのあるいは日本の私たちにとっての意義ということでお話ししました、はい、で2点目でちょっと事実確認になりますが、えっと、バシール政権の、えー、性格と世界今回の革命の経緯簡単に振り返っておきたいと思いますで、えっと、バシール政権、えー、先ほど申しましたように30年と申しましたがちょうど今年が30年です九1989年の6月にクーデターで。<laughs> <laughs> あ権で,すで,後で申しますがそのクーデターなので、えー、軍事ク、えー軍人デターなんですがより詳しく見ると軍内の、えー、国民イスラム戦線ナショナルイスラミックフロントで普通国民イスラム戦線と訳しますが軍,軍内のいわゆるイスラム主義勢力ですねでこの国民イスラム戦線 NIF っていうのはスーダンの ム、えっと、スリム同胞団の中から生まれてきた運動なんですけどスーダンのおけるイスラム主義勢力っていうことができると思いますで、まあと後後で詳しく述べますがそその軍,軍事クーデターとしてかつ軍内の,のイスラム主義勢力オ、ままあ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 、マル・バシール率いるですねバシール率いるイスラム主義の軍人が起こしたクーデターという形で成立しましたでその後この NIF ナショナル・イスラミック・フロントっていうのは、えっと、1998年に衣替えしてし えっと今はえっとナショナルコングレスパーティーというですね国民会議党という風うな名前を名乗ってちょっと一応その <coughs> 普通の政党あの政党としての名前を名乗っておりますが実態は変わっていないという風うに言われています。実その NIF によるクーデターによって1989年に成立した政権です。でこのえっとバシル政権で過去30年間何が起きてきたかというと先ほど申しましたようにまず一方ではこの政権は何と言っても非常にその非民主的で 強権的な政策を取ってきた独裁政権として知られてで,す、ね、ところでまあそうですね最初その,独裁あのクーデーターで成立してでそのあと事実上すぐにその国民イスラム戦線 NIF の事実上に一党体制を敷くわけですねであの政権成立当初は全ての政党を解散非合法化してしまうんですねそれから労働運動なんかを弾圧する。 それからまあ市民の,その言論とか思想とか習慣の自由なんかも、えー、大幅に規制してですねでさらに、まあ、あの初期には非常に恣意的な政治犯の逮捕とか。 非常に非人道的な拷問とかそういうふうな事例も多く報告された政権です。でまあで最終的に非常にまあその治安軍事に力をあの膨大な予算を投入する警察国家として中東の中でもかなり知られた存在ということです。でバシル政権の特徴一方ではその非常に非民主的独裁的抑圧的強権的ってことなんですがもう一つの特徴はそれがまあ今の言ったら例えば首都ハルツームの普通の市民でも味わうような。 困難なわけですがもう一つの特徴はです、ね、スーダン非常にその地図をもう一度確認していただくと広大なアフリカの国であってですね非常に宗教的文化的宗教的に多様な構成を持っていることでも知られます。でまあ、大雑把に言って 北部ですね、ハルツーム首都なんか北部なわけですが北部はアラビア語とかイスラム教が浸透している地域ですがただ最終的に分離に分離せずに追い込まれた南スーダン南部なんていうのはこれはそのアラビア語とかイスラムがあまり浸透しなかった地域ってことができますね。でさらに例えばその地理的には大さっぱに言うと北部に属するけど例えばダルフールなんてのこれもイスラム化は非常に古い。 むしろスーダンで一番早くイスラム王国があった地域の一つでもありますがイスラム化はしてるんだけどただダルフールはア,ラビア、僕はアラビア語ではないんですねフール語っていうのルちールとあってそれからさらに、えっと、最近ちょっと問題になってるのはやっぱその一応南スーダン独立したあ,あとスーダンの中には問題ない方とそういうことはそういうわけではなくてダルフール以外にも例えばヌバサンチ これはまあコルドファン州ってところの南にあたりますんで報道では南コルドファンサウスコルドファンって言われることもあれば。 ヌバ,ヌバサンチヌバマウンテンズっていうことを言われもあることを言われますがヌバサンチあるいは、えー、アオナイル州ブルーナイルですねの上流地域こういうところは今もちろんかなりイスラムもアラビア語も浸透してますがその北部の中ではやはりもともとのアフリ土着のアフリカ的な文化が色濃く残っている地域として知られます。でそういう意味で一口にスーダンといってももともとそのあとで述べましたよう、ね、にイギリス植民地の,あの支配の過程で今のスーダンというものが原型できたわけですが、えー、まあ <laughs> 近代以前にはこれが一つの国を作ってたわけではないので今一口にスーダンといってもそこでは非常に文化的的民族的あるいは宗教的に多様な構成を取っているわけですねでその中で歴史的に、まあ、その権力中心は絶えずそのアラブイスラム文化の浸透した北部にあってで歴史的にそのスーダンの中の非アラブ非イスラム地域っていうのはその文化的にちょっとマイノリティー、うん、マージナルな地位の変わるとともに経済的政治的にも 低開発地域の位置に置かれてくるということがございましたで話を戻しますとバシール政権というのはその例えば北部のハルツームで普通の市民をガンガン押さえつけて横圧的な政治しているだけではなくてさらにこう広く見ると国内ではその 低開発地域ですよね南部であったりダルフールであったりエドバサンチアオナイルそういうところの非アラブ、まあ、主に非アラブ非イスラム地域ですよ、えー、非アラブ地域に対する抑圧政策、えー、ということでも知られたでこの地域先ほど申しましたようにスーダンの中で経済的政治的に、えー、その低開発地域あるいは更新地域というふうにおあの位置づけられているのでそれに対する住民の当然意気申し立て運動プロテストが起きるわけですね。それにに対する非常に強権的な力あの武力武で弾圧するってことこをやっているの 受けたでその結果まあ南部は内戦の舞台になりましたしダルフールでもジェノサイドに近いことが起きたでそういうふうに一方ではあの非全体に対しての非民主的独裁的な政治それから特にそういう中、えー、の非アラブの低開発地域に対する武力弾圧この日本柱というか2人で知られた、えー、独裁政権だったわけです。でさらにの <laughs> のバシル政権の特徴は その一方での市民の自由と会の自由とか言論の自由とか政治参加を極力抑えつけるそういう抑圧体制それから一方ではそういう低開発地域に対する非アラブの非アラブ非イスラム地域に対する武力弾圧これをなんか正当化するための都合のいい、えー、まあ道具としてイスラムを宗教を徹底的に政治利用したということでも知られるそれは特徴的なわけですね。 でまあえっともとイスラムと宗教の本質とは全く関係ないことであるわけですが、まあ、その北部で例えば政党を弾圧するときに政党政治なんていうのはこれヨーロッパから持ち込まれたもんでもともとイスラムとは関係ないとかですねあるいはそのイスラムの得た女性の役割っていうのは決まっていてその男性と同じような権利が社会的政治的全ての分野であるわけではないといったりなんかその言論や <laughs> 思想や習慣の自由を制約するとかあるいは女性の権利を押さえつける要するに女性を押さえつければ国民の半分を押さえつけられるわけだからそれで楽勝ですよね。だからその女性のの声をまずふさぐってのはすごく 非民主的な政権にとっては大事なことであるわけだけどその時にこれは宗教に反するからイスラムはそういうあのそれを認めていないからっていう時にイスラムって出すとすごくわかりあの一見分かりやすいわけですねそれをイスラムで正当化するあるいはその、えー、非アラブ地域南部なんかに対する武力弾圧を行うでこれも低下発地域に対する武力弾圧なんだけどそれはまあこれはジハードなんだ。イスラムのはもうあの イスラムという教えをです、ね、非,その非イスラム教徒から守るためのジハードだというとなんとなく一見もっとうらしいわけなのでそ,れはその時ににイスラムが役に立つそういう意味でこういろいろおいしい,おい,しいところを利用してですねイスラムを徹底的に宗教を徹底的に政治利用するいわゆるイスラム主義というイデオロギーをまとうということでまとっていた軍事政権ということで特徴的だったというかも言えるかもしれません。 はい、で話さっき話を急りますとただこういう政権が結果的にその民衆の力によって内側から倒れるに至りましたで先ほども経過は出川さんからもご紹介いただきましたし簡単に済ませますが、まあ、もちろん前から30年間にわたる政権ですので反対運動はあったわけですが直接の今回の そのきっかけは昨年2018年の12月ぐらいからですね12月の中頃からスーダンの各地で最初は都市ハルツーム以外の都市で始まるんですがそれがそのバシール政権の下での経済,難に対経済的な困難に対するそそのパンの値上げとかいうことに対する物価暴動の形を取りながらそれは結局はバシールの耐震バシール政権の耐震自体を 自体の体を求める運動へと広がっていくでそのデモ,デモが12月に一応の都市で最初始まり始めてすぐにハルツームにも波及して全国化していきでさらに、えーですね、そのデモの組織の中であのやっぱり中心的な役割を果たしたのはあと、えー、でちょっと述べますが、えー、とスーダン専門職者協会です、ね、英語の,あのマスの、えー、報道ではスーダンプロフェッショナルズアサシエーション SPA というふうに訳されてますが。 えー、専門職ちょっとスーダンの特殊な概念かもしれませんがお医者さん医者とかジャーナリストとか、えー、エンジニアとか弁護士とか大学教員とかそういうちょっと専門都市の専門的な知識を要する職の人々こういうものがなんかスーダンの政治の中では割と大きな役割を果たしますが今回もその、えー、と昨年1年2月間のデモが組織化されだんだん組織化されていく中でこの SPA スーダンプロフェッショナルアサシエーションというのがだんだん前面に出てきて組織化を進めていきます。 さらに今年の1月2019年1月になるとですね先ほど申しました自由と変革のための宣言とちょっと英語のもの後で確認しますが自由と変革のための宣言というものが先ほどの,そのスーダン専門職者 協、えー、会、S.P.A. その他のおよびその他いろんな労組と労働組合とか人権団体とかそれからさまざまな政党ですね。も加わる形でこれが出されてですね。でここでまあバシル政権の退陣その後の民主化の三筋ってものを示したプログラムが正式に示されるということになっていきますで。それと並行してこの市民によるデモ抗議活動が続いていてで四月に入ると四月六日からですねその えー、軍ののの本部の前での座り込みでこれを後で述べますがこれ最終的にこの政権をどうやって追い込むのか倒していくのかって時に最終的にやっぱり軍と政権の間にくさびを打ち込むでこの時要するに、えー、軍は我々の人民の軍だ軍は我々の味方のはずだって軍は独裁者ではなく民主の側につけってこう呼びかけを座り込む形で軍に対してやっていくということを始めていく。でその中で実際にその、えー、例えばその治安部隊隊はデモ隊を し発発砲砲するけど軍は発砲しないとかあるいはその治安部隊の追われて逃げてきたデモ隊を軍がかくまうとかあるいは軍の特に若手の菓子館とかあの一般の兵卒の方がデモ隊に合流しちゃうということをだんだん実際に受け始めるんですね。それを受けて最終的に軍の上層部も追い込まれて4月11日先ほどお話があった軍の上層部がですね、えー えー、バシール大統領の解任ですね、えー、ということで暫定軍事評議会の、えー、設立ということを、えーえー、宣言するということになります。でこれで普通は終わるんですがで要するにバシールは解任したとでこれから暫定軍事評議会を作って2年間の移行期我々が面倒を見ますと。でついてはデモは終えて今日から皆さんうちへ帰ってくださいって夜間外出禁止令とか。 出たわけですがで、普通これで帰りたくなりますが、えー、帰らなかったわけですねでスーダンの特徴はいや軍にやってほしいって言ってるんじゃなくてこのあとは民主的な暫定政権作って移行期にやるべき課題があるのでそれをやっていくんだとそれを認めるその道筋が見えるまで我々はやめないということを、えー、民衆が声を上げて結果的にその要するに夜間外出する禁止令を無視したわけですねでその晩だけで17人撃ち殺されたあの、えー、あの軍事保有会との間での、えー <coughs> 入り出さいということで鎮圧されるのは17人死亡してより多くが負傷したといわれていますがただそれでもやめないその後、結局今に今日に至るまで今日5月31日でしょうかデモが続いていてであの後で詳しく申しますが暫定軍事評議会ではなくてより民主的な文民からなる暫定政権にしていくべきだ。 それからその暫定期間の2年間と軍は言ってその後即選挙って言ったわけですが2年ではなくて何年にすべきかというか移行期間の長さをめぐる議論とかですねであるいはその暫定移行期間中に何をすべきなのかと課題をめぐることそれをめぐって今もって暫定軍事評議会と、ね、SPA スーダン専門職者協会あるいはそ,のそれも含む自由と変革のための宣言宣言諸勢力って今 なんかフリーデクラレーションのフリーダム・アンド・チェンジ・フォースずっと長々しい名前になってますがそれとの間で交渉が続いている時々中断しながら断続しながら続いているというそういうふうな状態がであります、はい。以上が簡単なその事実確認でバシル政権の性格と今,今,今度の革命の展開のごく大ざっぱなご説明でした。はい、であとととちょっと、えっと <coughs> これ全体から何時時ままででででしたっけ、えっと、3時半までですね、はい、ちょっと説明が長くなりましたんであとちょっと、えー、どういう点に着目すべきかどういう視点が大事かということに絞りながらお話ししておきたいと思いますがで、えっと、あの次の論点に参りますがでこうやって見てくるとあのそうですね独裁長く続いた長期独裁政権を民衆が倒すしかもそのすごくデモとですねあの 民衆による非暴力の民衆によるただすごく大規模スーダンも今回の場合最盛期には数十万人のデモっていうのです、ね、起きたっていわれてますけどそういうふうな巨大,巨大な非暴力の民衆の巨大デモによる独裁政権打倒っていうとこれは明らかに。 我々2011年に目撃したチュニジアとかエジプトで次々ベンアリ政権とかムバラク政権倒れたあれとやっぱり共通してるわけですねその意味で今回スーダンで起きたことは明らかなアラブの春と同じような <laughs> 共通した要素を多く持ってるってことができます。でそれからただ、えっと、そういう意味でスーダンの春なんですけどもそれから同時にただ同時に強調しておきたいのはスーダンの場合実はどっこい今回だけじゃなくてですね結構前にもやってるわけですね。 ただこれは別にスーダンだけじゃなくてチュニジアやエジプトの場合も私最近考えてスーダンが特殊なんじゃなくて多分チュニジアの場合だってエジプトの場合だってつぶさに見ていけばその前のなんか、えー、教訓になるような蓄積とか民主の経験っていうのはあったんだろうなと思うんですがスーダンの場合は割とそれがはっきり見えるということがございます。で具体的には今回2019年バシル政権を 民衆があの、えー、抗議活動デモによって平和的デモによって倒しましたが実はこれはちょっと前にも起きてるわけですね。で直近ではそこに書きましたが、えー、<laughs> 1985年当時これ。 すでにその前十数年間続いてたんですねヌメイリ政権という独裁政権があったんですがそれを1985年にやはり民衆のデモとそれからそのストライキ労働者等の労働者あるいは専門職者のストライキで倒したということがあってですねでこれはスーダンでは3月から4月にかけて起きたので3月4月インティファーダあのインティファーダというとパレスチナだけ念頭に浮かびますがもともとは市民的抵抗とから民衆放棄 革命までいかないけど放棄っていうようなアラビア語なんでよく使う言葉なんですが、スーダンでは1000年85年3月4月インティファーダと呼んでみんな誇りにしている運動があるんですね。でちなみにこの1000年85年にヌメリ政権が最終的に倒れたのが4月6日なんですね。なので今回のその革命の中で4月6日以降軍軍本部の前で座り込み開始っていうのはやっぱりソ連地なんで。 もうあの1985年インティファーダーよもう一度みたいな感じで、えー、あの85年インティファーダーを参考にする形で起きたってことは言えるかもしれません。で,でさらに遡るともう一つあってですね85年インティファーダーが起きてますが実はその20年前遡かると1964年にも起きてます。 これれもやっぱりそれ以前続いた独立後すぐにクーデタほとんどすぐにクーデターが起きちゃって軍事独裁政権アブード政権というのがいたわけですがこれを1964年の10月にこれがまあむしろ最初の独立後のスーダンの起きる民主化運動の原点なんですが民衆の平和的な非暴力のデモとそれからストライキによっての組み合わせによって倒すということをやってのけたこれ10月に起きたのでスーダンとはこれ10月革命なんですよね。 私最初にスーダンに留学した時にみんなが「10月革命万歳」とか言ってるからなんでスーダンじゃんみんなボルシェビキなんだとか思ったけどスーダンで10月革命というところはスーダンの1964年の10月革命のことを言ってるんですがそこにさかのぼるわけです。なので実は今回起きたアラブの春型のスーダンの春実はスーダンで結構ルーツが深くてですね1985年6十年にもそういう革命が起きている同じ形の非暴力平和的な運動で 独裁体制を倒すでも、あ、運動があったってことが大事です。はい。で、あの、で、これについてもちょっと指摘しとあの、印象に残る、指摘しておくべき点はですね、あの。えー、ど、どうしてスーダンの場合、こういう、あの、割とはっきりした形で、あの、あの。独裁、あの、軍事独裁政権に対する民衆の、民主化闘争があるかというと、一つは、なんか、私の持ってる感じでは、やっぱり。 そうです1956年にイギリスの植民地支配から独立してるんですけどもその前19世紀末に植民地化されてですねその後19世紀末から1950年代まで連綿と何度かに分けてそれに対する独立闘争の伝統がやっぱりあるわけですね。でなんかよく考えると結局まあ今アフリカとか中東の民主化とか独裁とも戦えて言いますけど。 歴史的に見て近代の中東とかアフリカで究極の非民主的民主的体制って何かってそれは植民地支配なんですね植民地って結局あのイギリスとかフランスが宗主国自分の自国の利害のために軍事占領して自国の産業に有利なような経済構造にして要するに別に現地の人のために植民地支配しているわけじゃないのでやりたい放題にするわけですねでまあ経済も非常に不均等発展を強いるし何かどっかで反乱が起きたらそれは容赦なく軍事弾圧するしっていう。 そういうい意味で植民地支配ってある意味では究極の非民主化非民主体制なのである意味では中東アフリカの民主化運動ってずっと我々が思うより前から始まってる一種あのイギリスとかフランスの植民地支配に対する独立運動って民主化運動だ同時に民主化運動でも、えー、必然的にならざるを得なかったという面があります。なのでなんかスーダンの場合どうも 56年に独立しますけどそれ直前までそういう反植民地闘争でその過程での一種の民主化闘争を、ね、やってるのでなんかその感覚はずっと続いてるですね。で同時に <coughs> さっき申しましたようにスーダンは独立後ほとんどすぐクーデターが起きちゃって58年アップルドクーデター。 え69年ヌメリックであった独立はしたのはしたものの何度も結局軍事政権が起きて非常に強権的非民主的な政権が起きちゃうあ体制になってしまうということを繰り返してきてるんですがあの客観的に見るとやっぱりそれは一種ルーツは植民地時代に作られた国家構造にあってひとっりみるとその非常に強権的で非民主的な国家の体制。 ですとかね、あるいはそのなんか非低開発地域で経済の不均等発展とか開発格差に抵抗する動きがあるとそれは反乱だって言って無理やりハルツームから軍隊を送ってもう武力で抑えちゃうなんてこれ全部イギリスがやってきたことなわけですね。なので一種独立後のスーダンの抱えている問題というのは基本はイギリスの,の1899年から えですね、1955年まで続いた植民地支配域に作られたスーダンの国の在り方みたいなスーダン国家の体質みたいなものがあってそれがなんか結局独立はしたものの温,温存されてしまって逆にこう激化してその政治的経済的な矛盾が逆に激化していってしまうとそういうふうな側面があるように思います。 でで実際にそれがあの独立後もスーダンの国民にその結構認識実感されるっていいますかね結局独立はしたけど要するに支配,者支配層の顔はスーダン人になったけどやってることは昔のイギリス総督とほとんど同じだねみたいなスーダンは昔はそのスーダン人の名前パッと頭にパッと浮かぶ名前としてはその19世紀末にスーダン侵略していたゴードン諸君とかその後とめられスーダンの初代統の1899年以降の。 えー、植民の初代総督になったキッチナーなんていう、えー、キッチナー将軍これ後にイギリスの第一次大戦の時の陸軍大臣になった人ですけどなんかゴールドンやキッチナーと結局同じじゃないみたいな独立はしたけどですねアブードンヌメイリ今だったらバシールやってることイギリスの総督と同じだねみたいな。 割と実つまり一種この、ね、すごいスーダンの根強い民主化運動の伝統ってある意味では植民地反独植民地支配独立闘争との連続性が割とまず実感されてるとか今のそのスーダンが抱えてる政治的経済的な歪みルーツ歪みのルーツってものもある意味では植民地時代に作られたものを結局我々が温存してきちゃったんだそれを克服しなきゃいけないそういうふうな問題意識が結構共有されてるってことになるかもしれません。で2点目で <laughs> ちょっとこの <laughs> スダのける民主化運動の伝統って言いますかね今回は突然始まったわけじゃなくて実はどっこい85年にもやってる64年にもやってるってことから逆に今回の事態について説明できることがいろいろありますがそれはそこに運動の中で蓄積されてきたノウハウっていいますかね経験の一定の厚みっていうことですけども今回そのバシール政権が倒れたバシールが退陣したあの退陣した後。 そののスーダンの国民の戦いのあり方ね方法の戦い方とかですねあるいはその軍部との交渉の在り方なんていうのを見るとなんか多分そのそういうことの主催にそのフォローしてらっしゃる皆様は。 意外とスーダン人って手慣れてるねっていうかなんか民主化パスを手慣れた感じにやってるんですよね。でなんかすぐにいや暫定政権はこういうふうになるべきだとか移行,移行期はいや何年にすべきだとかいや主権会議はこういうふうに主権会議っていうその移行期の間の大統領を置く代わりに、えー、ソブリン・カウンセルとかいうまあその。 主権を象徴する会議っていうのを作って何人かの政治家でローテーションしていくってそういうふうなやり方を取ろうとしているわけですけど主権会議はこういうメンバーにするべきと言たことをすぐ市民が軍部と交渉し始めているんですね何か手,な手慣れてるというかで、ね、割とこうしたたかでまあやったことはあるのかなって昔取った絹塚みたいな感じを受けます。でこれはその実はは実スーダンでは今回の 運動の前に年64年にも同じようなことやってるってことを考えると実は納得がいくわけでちょっと振り返りますと今回例えばそのスーダン・スーダン・ズ・プロフェッショナル・アサシエーションですねそのスーダン専門職者協会お医者さんとかジャーナリストとか。 <laughs> 弁護士とか、えー、エンジニアがそういう人たちが集まってそういう民主化闘争の時に、えー、その中心になるという伝統あの現象が見られたって言いましたがこれも実は最初は1 9 6 0年の10月革命の時が最初なんですねその時にやっぱりそういう組織が作られて民主化運動やあるいはデモの組織あのストの組織の中で大きな役割を果たしましたであの85年のインティファーダの時にもそういう組織が作られます。 なのでこの専門職者協会だって突然なんで出てきたんだと思うとこれ今回結成されたのは直接の全の身のものが結成されたのはあの,2018年の6月去年の6月ようやく正式にできたんですよねだけどその発想は前からあって <laughs> 85年とか60年にもやってるのでなんか革命を起こすんだったらまずこういう組織,組織作んなきゃってことがどうも相談所に分かってるので割と手慣れた感じにそういう組織を立ち上げるわけですね。それから今回の スー,ダンのそのスーダンの春っていいますかね本当に巨大デモで今皆さんの後でパソコン使われる方はそのパソコンで例えばスー,ダンスーダンプロテスターズとかスーダンジェネラルストライクとか打ち込むと山のように画像が出てきて面白いデモとか抗議活動の動画が見られるので確認していただきたいんですが非常にやっぱりそこに生き生きと青年あるいは学生どうも高校生とおぼしき制服姿の中高生が全部行っちゃってるとかですねあるいはやっぱり男性だけじゃなくて 本当にその毎日10人単位で死者が出ているようなデモの最中でも男性じゃなくて女性が本当に物おじせずに出ていってですね非常に目に立つ活躍をデモとか抗議活動の中でやっている青年や学生あるいは女性の活躍というのが積極的参加というのが。 今回のスーダンの春では目に立つわけですがこれも実は85年のインティフバータの時も世界れかの遡れば1964年の10月革命でもあるわけですね。でちなみにその64年の軍政軍事政権に対する民主化運動10月革命の中では女性が非常にやっぱり民主化を求めて大きなデモとかを行って結局スーダンって婦人参政権遅いんですが1964年にようやく婦人参政権 導入すこれはその10月革命後に、10月革命で女性が大きな役割、女性も民主化運動が大きな役から果たしたねということがようやく男性の政治家たちにも認められて、女性参政権、初めて1964年10月革命後に実現しますが、そういう形で実際に女性が民主化運動に参加し、実際にその成果として、婦人参政権自ずら手に入れる、そういうふうなこともあったりしました。 でそれから、まあ、もう先ほど申しましたがその移行期の在り方を巡るこうノウハウとかあるいはこういうことを最初に詰めておかないと後で揉めるということも、えー、スーダンの民主主義はずいぶんよく知っているわけですね。で例えばそこに今、えっと、軍事今暫定軍事評議会が居座っている中でそうじゃなくて文民政権にしろということをしきりにその、えー、スーダン専門職者集団とか自由と変革宣言勢力の方が言うわけですね。でこれはは教訓としては 1964年の10月革命の時はこれえっとその軍事政権が崩壊した後です,ねすぐに文民政権ができたんですねえっとシンルラハタムっていう。 えー、テクノクラウト別にの無党派の,なんかあのインテリがインテリ現地ンンの人が出てきてでそういうなんか特に政治色はないけどテクノクラウト内閣って形で、えー、この暫定政権級を担う、えー、文民からなる、えーまあ、そのテクノクラウトの政権ができてそれで1年間選挙管理あの移行期をやった後1年後に選挙するって形を取ったんですね。ででところが年のの <coughs> インティファータの時は これはそうすぐにうまくいかなくてですね。この時は、えー、一応そのあの。 文明政権を作って移行期管理するということをミシュハセルクの側はこの時も目指したわけですけどこの時は軍が前面に出てきちゃったんですねその当時の大統領ヌメリ大統領というのは失脚に追い込んだんだけどその後一種今回と似たパターンですね、えっとえー、軍,軍が暫定軍事評議会当時スワールザハブっていう将軍がいましてそスワールザハブ最高司令官っていうのはそのままで車ゃ,しゃ出てきちゃって軍側に、まあ、移行期は面倒見ましょうと言って。 え1年間の移行期を取るとでで、まあ、その時一種二重権力状態でその,その時も市民や、えー、専門職者集団や政党からなる、えー、そのあのナショナルサルベーションブロックと旧国革命ブロックって作って一応そちらで我々が軍事文明政権作るって言ったんですけども、えー、でも最後まで続けなかった、ね、その時ねでも続けなかったんで結局軍部に対して圧力かけられなくて軍の方に指導権取られちゃって暫定軍事評議会に移行期を任せてざるを得なかった。 でその結果移行期はあの1年間あったけどあんまり旧体制の,、えー、あの抜本的な解体とかあるいは自由や言論の自由とか思想を取り締まる法律の撤廃とかできなかったんであんまり移行期間に民主化が実は十分に進まなかったんでその後の選挙は1年後にやったけどあんまり変わらなかったといまあ、民主化が進まなかったというそういう教訓があったりします。なので今回 えっと、マルバシールを倒したけども失脚で失脚させただけで諦めないでその後延々とこう2か月間も1か月半も軍の前に座り込みやってるったらその時の教訓なんですね85年にはぬめり倒れたあ良かったと思って翌日家へ帰ったんでまずかったと。 であの時ももうちょっとこうでも,でもちゃんとインティファイザ続けてれば文民の権で手で民主的な、えー、移行政権政府を作ることができて本当にその移行期に十分民主的な選挙をする条件を作ることができたのにそれをしなかったんであの時は、えー、結のせっかくの命令倒したのに、えー、軍に主導権取られちゃったってそれを繰り返すまじいってことで今回は。えー <coughs> 座り、あの座り込み続けてるって言ったことがあります。あるいは移行期の長さですね。これも。あの外から見てるといい、さっさと軍事、ええ、表、表、政権やめて。で、さっさと移行期も終わって、民主、あの、せ選挙すればいいじゃないと思うんだけど。これも結構なんか争点になってて。その八十五年の時にも、軍事評議会の当時の暫定軍事評議会は一年間。暫定軍事評議会が面倒を見て、一年後に選挙ってやったんですが。当時も民主派は、そのヌメリ政権のもで、いろんな利権とか、旧体制のこう。 えー、軍産複合を食べたものできているのでそれを全部解体するにはやっぱ数年はかかるとで面白いスーダンの場合って民主勢力の側が移行期長くしてくれでその間に徹底,徹底的に民主化した上えで占拠するんだといいで逆にあんまり変えないでささっと占拠してあ民主化しましたねという形だけ整えちゃいたい旧体制関係者は暫定移行期間が短めに取りたがるという面白い現象があって我々が普段外から見てる感じと違うんですね。でちょっとスーダン人悠長です その普通数年間も移行期やってたらその間にもう一度クデター起きちゃうだろと思うので我々は知るためにはもうさっさと選挙やった方がいいんじゃないのと思うけどスーダン人はいやさっさと選挙やると結局同じやからが。 一番容疑のできる組織力とかお金のある人たちが戻ってきて同じ政権になるからちょっとここはこらえて数年間選挙をやらずに移行期やった方がいいんだと言います。でそこなんか感じ方が違うんですがスーダンの政治なんでスーダン人の方がわかっているわけですねで。そういうわけでちょっともう長くなりますよ。なんかその移行期のあり方とか軍事軍人にあの軍事評議会に。 主導権を取らせないためにデモを続けるべきだとか文民政権を作るべきだとか一行期には選挙を急ぐんじゃなくてその前にやるべきことがこれこれありますみたいなノウハウがあってどうもそれが蓄積されているので割とスーダン人は手慣れた感じに民主化をこうやっていくといですね、そういうふうな傾向があるように思われます。とに遡れば <coughs> 今回の非常に外から見てると突然起きたようなってびっくりもしちゃうし関心もするわけですが実は結構前に前例があって。 85年あるいは64年にそういう民主化闘争運動の伝統があってそれをこう教訓を生かし発展させる形で今回の運動があるってことができます。というふうにスーダン国民は独立後なんかしょっちゅうすぐに軍事クーデターが起きて独裁政権になっちゃうんですがそれを飽きずに倒すというのをやってきてですねで1989年に今回のバシール政権先ほどもしましたように89年に、えー、先ほどその軍,軍内の、えー、イスラム主義者が 起こしたクーーデターで軍事政権ってあると同時にイスラム主義政権でもあるっていう最強の政権ミリクル独裁政権みたいなのができたわけですがこれに対してもあの89年のクーデター直後1990年代から、えー、こうあのそれを打,打倒を目指す運動というのが始まってですねで最終的にはその過程ではですねあのスーダンの、えー、そこ下の方に2行下に国民民主同盟ナショナル・ディモクラティック・アライアンスとの書きましたがバシル政権に対する反対性運動の過程では最初期にはこれが大きな役割だ いたしますスーダン北部のこういろんな諸政党とかあるいは労働組合とか人権団体とか専門職者集団とかそれからそのバシール政権先ほど申しましたようにその全体的に強権的だったいうだけじゃなくて特にその非低開発地域南スーダン南部とかダルフールとかそれともに対して本当にひどいジェノサイド的な武力弾圧やってるわけなんでここでそれに抵抗する武装抵抗抵抗闘争を行う抵抗組織って出てくるわけですね。で今日細かいこと入りませんが その南部の場合にはスーダン人民解放,解放運動と SPLM スーダン・ピープルズ・リベレーション・ムーブメントていう後にジョン・ガラングという非常にカリスマ的なリーダーが出てきたことで知られますがそういう低開発地域で武装抵抗武装闘争して抵抗を行っている住民の運動もあるわけですね。でこの国民民主同盟というのが面白い点はその北部の政党とか人権団体とか労働組合だけじゃなくてそういう低開発地域の住民の運動とも あの連,帯あの連合を組むこことととに成功したということですで最終的にこの国民民主同盟がえっと95年ですから90年代半ばにはえ一応そのえあの指導部は海外に亡命していろんなところアスマラとかアジス・アベバっていろんなところで会議を開いたりするわけですが1995年のアスマラ会議っていうので一応。 バシール政権を倒してその後どういうふうに民主化を進めるかっていうプログラムを示していますでその時にまずバシール政権をその北部の市民のインティファーダーですねインティファーダーはもう一度そのデモとかストライキそれから一方低開発地域ではその武装闘争って形で武装抵抗って形で抵抗組織が頑張るそれを組み合わせてお互いに頑張っていってとにかく一致団結でバシール政権を倒すところまで行こうと。 倒したところまで行ったらその後は倒したら終わり,倒したら終わりで「はいさよなら」って言って解散するんじゃなくてその後の道筋もつけようで具体的には先ほど申し上げましたように結局この独立後のスーダンの、えー、独立だと思ったらすごくデーデタが起きて、えー、でその非常に強権的で、えー、非民主的な政権できるというのもこれ独立後の、えー、国のあり方全体に問題があるとで遡かのぼれ,れイギリス植民地支配の時にできた、えー、国の体質をそのまま温存しちゃってかいけないんじゃないのということになって。 えー、バシル政権倒しました、そこでおしまいじゃなくて、ですね、えー、いくつか柱を立てます、まず抜本的な民主化、まあ、非常に民主化をすると、一党独裁制をやめて、複数政党にして、言論自由、思想、集会の自由、女性の権利拡大して、抜本的に民主化しないといけないと、でそれからもう一つ、やっぱそのスーダンで抱える植民地時代以来の、えー、大きな課題というのは、やっぱりバ,あのバ,ランスがバランスを欠いた不均等発展、極端な開発格差。 で特にその中での非,あの非アラブ非,非イスラム地域に、ね、対する差別とか抑圧の問題があるのであのバランスの取れた経済発展をしようであの開発格差を是正しようで、まあ、富と、えー、権力の公正な分配をしようということもそれから3つ目の柱特にバシール政権がそういう非民主的な政治とか、えー、低下地域に対する抑圧を宗教,宗教を利用することで徹底的に隠蔽しやがったと。 下盛りをしようったってことでそれをもう許さないような合意をしようってことでんかいろいろ文言が残ってますけどスーダンでは社会と宗教は分離できないすごくみんな信じ深い人が多いし社会と宗教は分離できないけど政治と宗教は分離するぞみたいな。 宗教の政治利用を許さないぞってことを書いぞとこ書てありですねその上で以上の抜本的民主化とバランスのとれた経済発展とそれから政治と宗教の分離ということをやり遂げた上で人権あるいは文化あるいは人種あるいは宗教文化の違いあるいはジェンダーの違いを超えた 市民シティズンですよね。えまあ、アラビア語ムーアーティンとて言いますが、それに基づいて。あの、人種や、あの、文化や人材の違いを超えて、万人がこの市民としての権利を保障される。新しいスーダンを作ろうと打ち上げるわけですよね。まあ、そのニュースーダンとううに言われたり、アラビア語ではスーダンジアディードっていう言い方をしたりします。がえ、それを作るって言ったことを打ち立てています。はい、で、えで、あの、ちょっと先ほど。お配りした、あの。 ののものも時間がないので後でこれゆっくり見ていただきたいんですがちなみに今年の2019年の1月に出たですねそのバシル政権奪還後の道筋を示すそのフリーダム自由と宣言の変革のための諸宣言を見ると実はこれ結局はこの、えーとえー、1990年代半ばにスーダンの反対性運動の中で出ていったこの新しいスーダンという概念ですね抜本的民主化と開発格差の是正とそれから政治と宗教の分離をやり遂げよう。でそのえーでその 市民の人権が保障される権利が保障される新しいスーダンに作り変えていくんだって結局それをんかりますであのそうですねあのちょっとあの重要な点をこう丸つけときましたがあの後で見ていただくとファーストになったところでそのまず今の政権を倒すっていった後でセカンドで。 ところでその暫定政権期に移行期間何やるかみたいなことを言ってるわけですね、そこで1なんてところで、まずその内戦を停止する、要するに低開発域に対する弾圧という形で起きてる、武力弾圧をやめさせて、内戦をやめさせることが大事だ、裏を返していただくと、3のところで、今後の政治のあり方を決めるコンスティテューショナルコンフェランス、憲法会議というのを開いて、今後のスーダンのあり方について、その暫定政権期に決めるんだみたいなこと書いてあります。 でなんか4,5,6とか民主化についていろいろ書いてありますが7のところで特にエンパワースターニズムイメンなんて書いてあって女性をエンパワーメントするんだみたいなこと書いてますが基本的にこれ実は90年代の民主化闘争の時に出てきたプログラムをやっぱり引き継いでそれ今まさに実現しようとしているということができますそういう意味でのでも,もう今回の運動と革命は突然出てきたわけじゃなくて実は90年代以降のそのバシル政権に対するこれまでの運動の成果そこでのこう 話し合いの成果というものをそれなりに引き継いできているということができます。 でた,だただ実際にはこれ実このこういうふうに、ね、あの90年代にナショナル・ディモクラティック・アライアンス国民民主同盟が思い描いてたような形でバシール政権に脱党できたかっていうとできなかったわけですねで結果としてご存知のように皆さん今このスーダンが起きてることを遅れてきたアラブの春とか言われてますが2011年にあのチュニジアとかエジプトで次々独裁政権出ましたが倒れるという運動が起きましたがなぜかその時肝心の肝心の あのアラブの春の本丸っていうか昔からそういえば64年とか85年に散々革命やっててまず最初の起きるんだったらスーダンじゃないかと私は思ってたわけですがなぜかスーダンは2011年のアラブの春の時は一泊出遅れてバシュ政権に倒れなかったですよねでその後もバシュル政権は温存されてきました。でこれは結局なんでスーダンの場合今回これがバシュル政権に倒れなかったかというと南スーダン問題です。 でそのご存知のようにスーダンバシル政権のもとではその独裁政権の独裁抑圧という問題とそれから特にその低下発地域に対する抑圧武力弾圧という問題が大きな問題になって21世紀に入って以降結局その南スーダン問題が主に国際社会ではクローズアップされてきた。本当ははスーダン人はなんか あの志は大きくてそれはスーダン全体の民主化を通じて内側から変革しますって一生懸命言ってたわけですけど国際社会はだんだんそ,の、えー、そんなこと言ったってすぐに民主化しないじゃないみたいなあなた方インティファダーを起こせないじゃないってことになってきて結局スーダン全体を民主化してなんて言ってたら。 100年たったら解決しないからこれは要するにマイノリティは自決権認めて独立させてあげたらいいんじゃないと方向にだんだん国際社会が舵を切っていったわけですね。でまあ同時にその南スーダンの人々も北部の民主化もあってそれで一緒に共闘するとかやってたら100年たったら解決しないよって戦場になってる人たちは思いますから、まあ、その南スーダンの人たち自身が戦争に疲れてたってこともあり、えー、まあ国際社会アメリカをはじののめとする先進国によるやっぱり 南北和平をさせて南スーダン南部だけで住民投票をやって住民投票の結果分離することになったら分離させなさいって圧力が随分21世紀に入って強まるわけですねで結果としてあのスーダンの国民にとっては不本意なことだったんでしょうけどスーダン全体を民主化することでこういう問題を根源から解決するなんて理想主義論は吹っ飛んでしまって結局2005年にアメリカが主に仲裁する形で 二社間和平ですねバシール北のバシール政権と南の SPLM スーダン人民解放運動の間でだけで手打ちをさせて。 和平させるでその後、えー、暫定あの期間のあに南部で住民投票して南部の人が出ていきたいんだったら出ていきなさいってそういうふうにしたわけですね。で結果として2005年にその南北だけのバシル政権と南部の武装勢力だけの間の二者間和平って形でレールが引かれてしまって結果的に2011年住民投票をした結果南部が独立を選んだということで南スーダン分離というふうになりました。なのであのそういう形で一種国際社会かから割が入ったっていうかこの南部 スーダン問題ってものがあったためにスーダンの人たちが思ってた国民があの当初思ってたような形では民主化がうまく進まなくなったということがありますでそれからもう一つ皮肉なことにこのバシル政権ってとんでもない独裁政権で南部で散々自論車でやってますしダルフールでも自論車でやってますがそれが一瞬にあのの南北和平プロセスっていうのが先進国はじめとする国際社会も講演するスポンサーシップする国際講演する形で進み始めて以降は南北和平合意っていうのが 2005年コンプレヘンシブ・ピース・アグリーメントというのが北のバシールと南の SPLM の間で結ばれるわけですね。でその後はバシールってなんか本人がお前が張本人だろって本人が張本人なんだけどだけど同時にその南北はホープロヘイプロセスの一方の当事者になっちゃったわけですね。なのでこれから 少なくとも南部がどうにかなるまではバシール政権に倒れちゃったら大混乱になって和平プロセス自体吹っ飛んじゃうかもしれないから、まあ、南部独立するまではバシールを置いといていいんじゃないかみたいなことに一種国際社会がなってきて皮肉なことに一種バシールは南部問題があったために生き残った、えー、南,部和平あの南部問題それ南北和平プロセスの一方の当事者になったことで役の温存されたといですねあのその後存続することを許されたというそういうふうな不思議な力学が。 あの働きましたで実際はそむしろ南北の戦争せ終わり始めたところでバシールは逆に気持ちに余裕ができたのか次はダルフールだみたいな感じでダルフールに対する弾圧を始めるので逆にあの国際社会の目が離れていく中でダルフールとか、えー、ヌバサンチとかアオナイルとかそういうスーダンの北スーダンの中のマイノリティに対しては弾圧が始まるんだけどその国際社会はいろいろ非難しつつでダルフールについては結局あのバシールはジェノサイドの責任取られて問われて IC c。I 国際刑事裁判所に殺人までされるんだけど、だけど捕まるところまで行かないし。バシール時々は外遊してるんですけど、誰もそれをパッと捕まえて。あの国際司法裁判所に、あの渡すとしない、しなかったわけですね。それやっぱりこの、これあのバシール大統領は和平、南北和平プロセスの一方の当事者なんで。温存しないとまずいよってことで、逆に温存する力学が働いてしまったということもあります。でそういう意味で、スーダンはこういう八十五年、六十四年に。遡る民主化の、運動をありながら。 結局そのバシル政権の場合は南部問題というのが一種面白いきあの不思議な働きを果たした結果バシルが温存されてしまうで結果として2011年あれだけチュニジアとかエジプトとか巨大民衆デモでアラブの春が広がり始めた時もアラブの春っていうのは本家本元のはずのこういう運動むしろ一番あの えー、専門家のはずのですね。スーダンは一泊出遅れてできなかったってことがあります。でもう時間が来ていて、出川さんが時間聞いていらっしゃるの、あと10分くらいでございま <laughs> すが、<laughs> あとちょっと、えー、後半の方ポイントだけお話ししたいと思います。はい、そういう意味でこれまで。まあ、主にあの今回起きたこと、非常に大きな意味があるとで、ただ、それは今回起きて、その起きたことだけで十分な意味はあるんですが。 実は我々外から見て我々思っているほど突然起きたわけじゃなくてスダの受ける一定の民主化運動の伝統みたいなものを背景としているでかなりそれに学びながらそれを発展させながら今回の運動は行われているということを確認してきましたであと最後にその次に、えっと、今回の運動や展開にだけどやっぱり違う点が出てきているバシェル政権やっぱり30年間にわたる独裁の特徴とかありますのでやっぱり前の85年のインティファーダあるいは64年の10月革命の時にはなかった今回ならではの いい意味でも悪い意味でも運動とか展開の特徴というものはございます。それいくつかのポイントをそこを挙げておきました。一つはですね、えっと平和のための革命どう,うに書きました。まキーワードとしてのえっとピースあサラームですね。そのアラビア語ではサラームですが、えっと二番目に円の上の音引きが長母音がありますのでサラームってしておきますが。 一つはです,、ね、あのすごく端的に、ね、分かりやすい例として言うと例えば今回スーダンで今起きてることと2011年にエジプトで起きたハリル広場で起きたあのアラブの春非常に似てるわけですよね独裁政権を民主が巨大でも繰り返してこう追い詰めていくでただ面白いのはスローガンを見てみると2011年のアラブのエジプト革命の時のスローガンって自由社会,正義社会的正義です、ね、それから、えー、なんだ尊厳 アラビアはとなんかフ,ルフルリアとそれからアドルイジティマイとそれからカラーマですね要するに民主化ってこととそれから自由民主化ですねそれから社会的正義これむしろ社会,社会経済的な格差の是正とかですねそれからエジプトの場合だとカラーマ人間的な尊厳あるいはエジプトの場合だと人間としての尊厳エジプトとしての尊厳国の尊厳ってことを絡まってますけど両方含めてますがエジプトのとかの場合だと自由 えですねえー、社会的公正それから尊厳これはキーワードでしたでところが今回のスーダンのいろんなデモの時に使われているスローガンを見ると特徴的なのは一つ一つで入れ替わってるんですねスーダンの場合自由平和公正自由平和社会的公正で平和ってことは必ず入ってる <laughs> これがちょっとスーダンの <coughs> 革命の特徴あるいは革命今なぜ起こさざるを得なかったということと関係してますそして今でもなく スーダンというのがエジプトやチュニジアと違って内戦を抱えている国でこの30年間のバシール独裁政権の下で非常に激しい厳しい内戦状態を経験してきた国だということがあります。で,で、まあ、そのことに端的に表れてますように今回のスーダンの革命の特徴は民主化革命なんですね。その自由民民主主化化のの革命なんだけどそれが同時にの課題と それからその低開発諸地域、まあ、まあ南部はもう分離しちゃいましたがダルフールとかノバサンチとかアオナイルとかそこでやっぱり非常に政治的経済的に虐、えー、げられた人たちがいて武力弾圧の対象になってほとんど内戦状態になっているということがあります。で民主化のための革命であるんだけども同時にこの今の北部の市民にとっての民主化バシル政権を倒すって課題は低開発地域の人たちにおける内戦をどう止めるか。 今武力弾圧の激し,い激しい武力弾圧の舞台になっちゃってる内戦のあのなあのダルフールとかヌバサンチとか青森のような人たちを救うことでもあるんだっていう意味でなんか北部の,の民主化だけのためにやってハルツームの民主化だけのためにやってるんじゃなくてだから民主化の課題と低下地域の将来の問題っていうのはもう不可分だ一つながりの問題だっていうことがすごく運動の立ち上がってる市民によって、えー、その認識共有されてるそういう感覚がみんなに行き渡ってるい とこととが特徴だと思いますこれ例えば端的な例としてはあれですねあの先ほどそのバシール政権がやったあの悪名高い職業の一つとしてダルフル危機っていうのがあってでこれもうだいぶ今あの当時は今世紀最大の人道的危機とか言って注目を集めてましたが。 今はなんかだいぶ関心を薄れてしまったんで記憶が薄れてしまった方も多いと思うんですけど記憶がは,はっきりしている方はダルフール危機って当時はジェノサイトに近いことが行われていて日々あのテレビや新聞の報道をされていてその時にただこれあの政府も弾圧するけども非常に特徴的だったのダルフールの場合バシエル政権が現地のこう民族的な複雑な民族的文化的な構成ということを利用してダルフールのそのフールっていうのはのイスラム教徒ではあるけれども非アラブの 住民がいるわけですねそれは、まあ、あのマジョリティーなわけですがそれを叩くためにダルフールのアラブ系部族あのあのラクダ遊牧民アラブ系牛遊牧民っていうのをすのがいるんですがそれアラブ系の遊牧民部族っていうのを、えー、訓練してでなんか部族民兵を作って、えー、そのフールを現地民を襲わせるってことをやった。これア,ラブまあ、アラブ系民兵とか 現地の言葉ではジャンジャーウィードってうんですがその政府が雇ったジャンジャウィードっていう民兵がいてそれが実は虐殺をやってるっていうのが非常に有名だったんですね。で,でところがあの私その後あの非常に衝撃的に思ったんですが実はこのジャンジャーウィードそのジェノサイドの政府側の手先になって大フールでジェノサイドを行ったジャンジャーウィードがその後いつの間にかなんかね世紀の。 政府の中の正規の治安部隊に格上げされてです、ね、今は何を隠すうハルツームなんかの治安,の治安対策の最前線にはそのジャンジャウィードがあの化粧直ししたラピドサポートフォース、えっと、なんか機動、えー、支援隊っていうんですね機動隊みたいなものですけど治安専門の部隊ができてるんですね。 でバシル政権がそのかつて非低下発地域のダルフールで住民運動住民を虐殺するときに使って訓練した部族民兵アラブ系部,あの部族民兵がなかなかうまくやってくれるのでこれ一生そのことを人に持ってきて人で市民のデモとかストライキが起きた時も投入するといいんじゃないかと思って。 投入したわけですなので結果的にここ数年間のスーダンでのデモとかに対する弾圧見ていると今回突然起きたわけじゃなくて例えば一番近いところとは2013年9月にスーダンでは大規模なデモが起きてやっぱり当時もバシール政権打倒を求めるデモが1週間ぐらい続いたんですがその時に1週間で200人撃ち殺している街頭でデモ隊を撃ち殺,あの殺してるんですね。そののの時やっやっっぱりたのが実はこの デモの鎮圧の先頭に立ったのがジャンジャビードをもとにするラピッドサポートフォース機動隊だと言われています。で今回もデモのバシル政権を倒す打倒を求めるデモが展開しその後は軍の本部の前で今も座り込みについている中で節目節目でデモ隊に対する攻撃を威嚇するための恫喝するための攻撃が襲撃が行われているんですがこれは軍本体じゃなくてそのラピッドサポートフォースという元ジャンジャビード上がりのアラブ民兵上がりの人たちがやっているわけですね。 もうすごく目にもうダルフールの戦場が一種ハルツームに持ち込まれてるんですねかつてダルフールでダルフールの虐殺をやってた民兵が今制服着て国家の治安部隊になってハルツームで市民を叩いてるってことでもう一つ流れになってるダルフールの戦場がハルツームにやってきたって感じが市民にはもう分かってるわけですね。それからもう一つの例としては今今回ハルツームで今 り込む周りジェネストも起きてますがあのやっぱり去年12月から今年の4月までの今5月ですね、5月までの運動の過程で非常に印象的なのはもう全国的な運動ですで今,今はもう中心はハルツーム政治的なあのプロセスの中心はハルツームですべてそこに人の目が集まってるけど今まさにそのハルツームの受ける民主化運動デモを支援しようってことで各地から 各地からキャラバンがやってきてるんですね。えー、汽車で列車を仕立ててやってきたり、えー、バスを仕立ててやってきたり、スーダンの諸地方の都市からどんどんデモに参加するために人々がやってくるって状態がある。で、その中でいろんなところが来てます。北部の鉄道都市アトバラ、これ,これ今日の地に載ってませんけど、最初に今日あの今回のデモのが起きたのも実はハルツームじゃなくて北部の。イギリスと植民地時代に鉄道を引いたときに最初の鉄道拠点として作ったアトバラって町があって、それが伝統的にスーダンの鉄道労働者の町。 かつて共産党なんか非常に強かった街だろうんだけど、そこがやっぱり今度の運動。でも実は大きな役を果たしてますが、その後腹から列車を仕立てて、でも支援でもでも指名支援,支援キャラバンが来たりするわけですね。あるいはそのえー面スキームメンあのスーダンにま有色。密時代から作った大規模面スキ。会式メンカプランテーションがあって、そこの農民がやっぱりやってきたりする。あるいはポートスーダンとか。 サスーダンの公安があって公安労働者って結構大事なんですがこれが最近バシール政権が今日全然バシール政権がどういう経済政策を取ってきたかと話しませんでしたがバシール政権も独裁政権でイスラム主義政権でじゃあ経済政策はどういう政策なのっていうと。 実はあっと驚く新自由主義政策なんです、ね。で結構根割りベの政策を取ってて、ええー、あ、ね、の公共セクターの民営化とか外資の導入とかどんどんやってて、でその一環としてここ近年はそのポートスーダンとかスワーダン金とかスーダンスーダンの大事な公安を トルコとかフィリピンとかどんどん売っちゃうんですよね。で、外資にその港湾の運営を売り渡しちゃってるってことが起きて、そういう民営化政策に反対する公安労働者のストランって、もうこの間去年あたりが起きてるんですが、そういう例えばポートスーダンとかサワーキンとか、そういう港湾から労働者がやってくるなんてこともあります。で、そういう意味でなんか鉄道都市とか港湾労働者とか農民とかもバス仕立ててやってくるんですが、話を本題に戻すとやっぱり一番。あの印象深いのはまさにダルフールとかですね。 ヌバサンチとかアオナイルとかまさに内戦の舞台になっている今バシル政権はほあの改善してほぼ鎮静状態とか言ってたけど実は日々武力弾圧が続く続いていても安静的な内戦状態に内戦状態の置かれているダルフールとかヌバサンチとかアオナイルの人がやっぱり大量にスーダンハルツームにやってきていますでそういう意味で一方ではそのハルツダルフールの戦場が あたかもハルツームに持ち込まれるかの人に持ち込まれるかのようにかつてダルフールで治安対策やってた治安祭でやってた部隊がハルツームで市民を。 断ちているという構図もあるし逆にそのハルツームの民主化運動を守るためにダルフールとかヌバサンチとかアオナイルから人々がデモあのあのキャラバンを仕立てでデモに参加するためにやってくるってことも起きているわけですね。で話を戻してこういうことで結局の後継に現れているように、えー、基本的に今回のスーダンの運動ってやっぱり民主化なんだけど逆にそのバシル政権を倒して民主的なスーダンにしなければ結局 あのスーダン結局民主化しなかった結果南スーダン南部は分離してバラバラ南部南スーダンとして分かれていってしまったそれで国家分裂を経験したわけですがこれ放置しちゃったら結局同じことが起きるとまたダルフールでヌバサンチでアウナイルで結局あの内戦が続いてで結局はそれでまあ戦争も続くしそこで国際社会の介入なんてこともあれば結局分離するようなことにもなりかねないですね。 今ここで民主化しなければ平和もなければ一種国民統合国家統一も守れないという危機感がすごくあってなので今回の革命は民主化革命なんだけどそれを通じて逆に戦争にストップ内戦の内側からストップかけるで内戦にストップかけて平和的に解決することで国家の統一も自分たちで守るんだってですね。そういうふうな、えー、心意気みたいなものがあるということがあります。そういういい意味であの先ほどののの自由とと、変革たたための宣言っって,見ていただくとさっきあの印つけましたが、 移行期の最初の課題って内戦の停止、そのネバサンチとかダルフールとかアウナールでやってる内戦を即時停止することっていうのが今回今の暫定期政治期間中にやるべき第一の課題となっている。でこれがちょっと、えー、例えばエジプトとかチュニジアとか他のアラブの春の場合と違う特徴をスーダンの今回の革命には与えているっていうことができるかもしれません。でまあ先ほど言いましたと二番目です。えっと今回のやっぱりスーダンの革命の特徴は先ほど言いましたけどやっぱりその たったの反独裁だけじゃなくてその独裁のツールとしての宗教の政治利用ということの危険性をものすごくスーダン人がよく知っていて宗教のの政治利用の危険性にに対すする敏感さこれ非常にやっぱり特徴的だと思うんですね,ねであのでそれは取りも直さずこのこれ30年間苦しめられてきたバシール政権というのがイデオロギー的にはまさにイスラム宗教を徹底的に政治利用することで 人権弾圧とか低カースト地域に対する武力弾圧を正当化するそういう手法を取ってきた。で、その30年間にわたっていかにイスラムが独裁政権によって利用されうってひどいことになるかっていうのを身にしみて感じているわけですねで。そのために今回の革命の過程で、非常にやっぱりその立地域、他のアラブの半の場合に、ね、他のアラブ地域や諸国でのアラブの半の場合に比べても最初から。 あの反独裁ということと並んで宗教の政治利用を許さないでその政治と宗教の分離ってことが正面から打ち出されてるってことが特徴的かもしれません。でそれイスラム主義との政権のイスラム主義政権であるバシール政権との戦いの過程でいかにやっぱりこう政治的社会的な自由を。 拡大していくととかか人権を保障するとかです、ね、あるいはそのバシル政権のもとで一番権利を制限さの阻害されてきたのは女性なので女性はやっぱりエンパワーメントということが非常に大きな軸として意識されているそれが今回の革命で本当に男性に勝るとも劣らぬ形で女性側は前面に立って積極的に参加しているということの要因にもなっているかもしれません。そういうい意味で スーダンの今度の革命っていうのは一種チュニジアとかエジプトの場合2段階革命としてやったものを。 一気にやってるんですねではどういうことかというとチュニジアとかエジプトの場合って最初まず大規模革命でもで独裁政権倒したペンアリ政権とかムーバラク政権倒したんですねでところがこれもやっぱりチュニジアとかエジプトの場合もやっぱり移行期が短すぎたとか一種スーダンと共通,する共通する問題あるいは国際社会に格好付き民主化とにかく選挙だけちゃちゃってやって民主化ことにしなさいよみたいな。 圧力の結果割と早期に選挙をやっちゃった結果んだと思いますがチュニジアやエジプトの場合はもう最初まず独裁政権に倒したけどその後十分な選挙の移行期間とか合意事項を決める前に民主化あの選挙を急いだために逆に蓋を開けてみたら一番準備ができている勢力は勝っちゃったで具体的なは組織力とか資金力によって勝る勢力ってことで結局イスラム勢力だったわけですね。でチュニジアの場合はナフダとかエジプトの場合はムスリム同胞団が最初政権を握ります。 でそしたらこれ政権を取ってみたらムバラク政権も悪かったけどちょっとウルシにも問題だなみたいなやっぱりイスラム政権も主義政権もなかなか問題があること分かったんでもう一度革命をせざるを得ない状態になって。 地元の場合はまた大規模でもやって署名を一生懸命集めてくれて軍を使う形で軍を一緒に呼び込んでイスラム主義勢力を引きずり下ろすということをやったでただその後結局軍が居座っちゃったので今それまた別の問題になってるわけですがそうやっても2段階でやったわけですねでチュニジアの場合も最初のベア r 政権を倒したら選挙やったら名札が勝っちゃった。 このイスラム政権もやっぱり随分、えー、政治的な権利とか労働者の権利に対して抑圧的だなってこと分かったんであのチュニジアの場合は軍は介入しないで介入させないで済んだその直前にエジプトで軍が介入する形であのムスリム同和団政権に倒れたっていうのは一種チュニジアの名札イスラム主義勢力に対するプレッシャーになったんでしょうね。だからチュニジアのの場合は軍の介入を見なくても一応 イスラム主義勢力が、えー、あの妥協してもっと市民的、えー、民主的な勢力が介入るする形で新しい政権を作るってことをやりましたがなのでところがスーダンの場合は2段階やるまでもなくバシール政権というのはもう究極の独裁政権であると同時にムスリム同胞団政権でもあったわけですね。 イスラム主義政権な,んだわけですなのでエジプトやチュニジアの場合は2段階でやったものをスーダンの場合は今1回でやろうとしているのでその意味で単独裁ってことを覚えて各メと同時に宗教の政治利用を許さないということを非常に前面に掲げているという点でも特徴があるかもしれません。あともう 時間がないので最後はどところですかやっぱりこの今回のスーダンの場合の特徴はですね今のチュニジアとかエジプトの場合についたこととも関係しますけどやはり今回のバシル政権あまりにも長く続いた30年間続いた長期政権です。でその結果今まではそのヌメリ政権といってもせいぜい十数年間それからバッート政権になって独立後すぐにクデタ取った政権の場合はあれは6年間ですねやっぱり短かったので。 えといくらその独裁政権が成立してで政権成立しちゃったら例えばあの軍はです、ねあのえー、既存の政権に忠誠誓うのがそれは国軍の仕事なんで普通政権が存続してだけど今まではあまりその長く続かなかったんでそんなに例えば軍と独裁政権がイデオロギー的にも経済的にも一体になっちゃってるってことはあんまりなかったので。 えー、それほど進行してなかったのでなんかその、えー、そこを切り離すことは可能だったみたいなことがあるかもしれません。ところが今度からスーダンの場合あまりに30年間にわたって <laughs> 長く続いた <laughs> 独裁政権なんでその過程でやっぱりこう、えー、ぐんぐんと。 官僚制あるいはスーダンの場合 NIA イスラム主義政権に支えているイスラム金融ネットワークみたいなそれに依存して成長してきてイスラム主義資本仮想みたいなものになるわけですがやっぱりそれがこう作り上げた利権の巨大な構造みたいなものがすごく強固になってきちゃってるわけですが、ね、地元の場合もそういうふうなムバラク政権を倒したじゃあだけどその政権を支えてた旧体制政権を支えてるより深い構造をどうやって解体していけるのかと大きな問題ですよね。 例えばエジプトなんかの場合もディープステートというふうな言い方をしたりする。でその例えばムバーラク政権に倒れたけど結局スイシーが出てきてスイッシーを率いる軍事政権の下でディープステートが蘇ってきてるんじゃないかと、その深いところの旧体制が結局残っちゃってるんじゃないかとディープステートっていったらアラビア語とはダウラ・アミーカっていったりしますがそれをどう解体していくるのかっていうのがこれまでの。 85年のインティファだとか60年の10月革命の時とは比較にならないほど大きな困難としてあるってことができますでその中でもうちょっと時間オーバーしてますが一番大きな問題としては軍をどう捉えるかという深刻な問題が出てきてる。でこれまでは例えば今回の革命の場合ですねそれいくらその軍と政権は事実上一体化しちゃってるとはいえやっぱりどっかにこの、まあ、全くその孤立無縁のスーダン国民がじあの素手で戦うで とにかくこの政権倒しなさいって言われたら、どっかになんか楔を打ち込めないかなって今探しますよね。その時やっぱりいくら一体化して向いてても、ここやってみようらしいると、軍の間に何かあるんじゃないか。ここくさびを楔打ち込めないかなと思ってやってみたわけです。なので、具体的には、その四月6日以降、軍の。 前で座り込みをして軍は我々の人民の軍だ軍は独裁者ではなく民衆の側につけて言ってやったで実際にその価値観とか将校の中に民衆の側につく人もいたんです成功したわけですねでそういうわけで一応今回革命やる時には軍,軍を一応体制から切り離すっていうで本当にできるのかどうか知らないけど一応切り離せることにしてその軍に訴えかけるってことをやったわけですね。でそれれかからこれまででもも年年とのの場合でもスーダンの民主化運動って伝統的にその軍を 一方的に敵視するんじゃなくてやっぱりある政権を倒そうという時には軍と政権を切り離すっていうのがやっぱ最初は大事なんで軍を使使えるだけは使っていくとでさらにあの一方ではまあ理論的には革命が独裁政権に倒れて革命が起きた時その後反革命が起きるかもしれないそれ反革命クーデターから革命政権を守るためにはやっぱり軍は必要なので。 要するに、えー、軍はやっぱり軍との関係をよくしておかないといけないという一応伝統的な考え方としてあるわけですね。というわけで今回の政権の政変の後もですね基本的にはあのスーダンの民主化勢力の側は、えっと、それほど単純ではなくてですね軍を一概に敵視するんではなくてむしろその軍の中の旧体制派ではなかった部分っていうのをなんとか切り分けてそれを民主党側につけてでなんか軍をだんだん体質改善して革命の側につけっていこうということを一生懸命やろうとはしてるわけですね。 でところがそれがうまくいくのかというと非常に難しい問題ですその現在の、えー、状況の特徴といいますが現実の問題としてその2019年今年の4月11日に、えー、バシールを追って暫定軍事政権ができてです、ね、でその後暫定軍事政権がどこまで本当にエンダバシールナショナル・スラミック・フロント政権と骨絡みになっちゃっていたのか。 あるいは結構軍部はテクノクプロフェッショナルなテクノクラート的なその軍事集団ではあってもそれほどバシル政権と同じイデオロギー的経済的利害を共にしてたわけじゃないのかとある意味じゃこれ事前には誰も分かんなかったかもしれませんやってみないと分かんないんですねやってみてその後軍部がどういう動きするかってことで実際に証明されてくるっていう点がありますがえ悲しいことに今度の場合4月11日に暫定軍事政権できてその後その政権軍事政権がちゃんと文民政権を作れっていう呼びかけに応えるかとか。 その移行期,移行期の在り方についての民衆の声に応えるかって見ていくとどうもそうではないんですねでその過程でどうも今の、えー、スーダンの,軍,事の軍部の上層部は少なくとも上層部は30年間の間に随分やっぱりナショナル・イスラミックフロントに浸透ペネトレートされてしまっていて。 バシールは追ったけどもかなり体質的には同じものが残っているということが分かってきています。でまあそのデモ隊を絶えず武力で排除しようとしたりですねバリケードをどけさせようとしたり、えー、ですねあるいはその機動隊によってあの軍は手をつけないけど機動隊によってデモ隊を襲わせてでそういうことが起きたのはデモ隊がいるからだってって混乱の原因を逆に市民の押し付けてバリケードを解除させようとしたりいろんな手であの手のこの手で。 民主勢力をを押し込めようとする形を軍部が取っていていどうもそこから逆に軍部と旧体制がいかに一体化しちゃってしまってたかそこを引き離すの実は至難の技だということが明らかにもなってきてるそれからもつスーダンの場合まさに今回の革命って民主化と同時に内戦をやめさせる低下地域ダルフールとかアオナイルとかヌバサンチでの戦争をやめるっていうのが主眼なわけだけどその内戦の当事者としての 内戦の内戦やってきたの誰？誰武力弾圧やってきたの？誰かってうと、まさにそれも軍なので、内戦の当事者である軍。軍そういう状態で軍を当時、当時軍を主役仕事する形で本当に民主化、今回の革命ができるのかってことも深刻な問題になってきてます。で、そういう中で今回の革命最初は必ずしも軍部を敵視してなかったんですが、今はいかにその暫定軍事評議会ではなくて。 文民からなる政府に衣がえさせていくかですねでその、えー。ということがやっぱりキーワードになってきてその意味で最初の革命の最初のキーワードの中でやっぱり「ピース」「サラーム」っていうのがキーワードでしたが今はそのいかに「シベル」ですねあの市民的あのあれ民政というか民生にあの文民政権により移行,移行規制権を目指す。 その時軍ではなくて市民が主役になるべきだと「シビル」アラビア,ア,ラビア語では「マダニーヤ」って言いますがそれがやっぱり大きなキーワードになってきていてこの今週の火曜水曜行われたゼネストの中でも「マダニーヤマダニーヤ」と「シビル」「シビル」要するに軍政ではなく民政化文民,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 民からなる移行政権に早く権力を渡せということがキーワードとして捉えられるに至っている。で同時にそれをじゃあどう,やどういうあの運動様式で軍を追い詰めていくのかっていうと。 なん,か他のなんか対立し合う階級同士とか社会集団同士だったら実力行使とかいうこと武力を持ってってこともあるのかもしれないけど圧倒的力を持ってる軍に対して市民が戦うって時は逆に軍事力じゃ絶対に戦えないのでこれは軍を今後追い詰めていく最大の武器って結局非暴力に徹するってことなんですね。でも非暴力的なストライキだけど決して武力は使わない武力を使わないことで弾圧の口実を一切 与えない,ということでこれまで以上に非暴力的な運動様式ということにこだわってでその意味でサラームという言葉から派生するシルミーヤと平和的非暴力ってありますこれはやっぱりキーワードとして戦う形でそのシビルってピースフルなそうです、ね、平和的非暴力で運動を徹することで暫定軍事評議会を追い詰めていかに次の革命を前に進めていくかということが課題とされているということになります。で最後中 中東アフリカの国際,あるいは国際社会の中のスーダンとかいかにスーダンが実はアフリカの小さな国ではなくてですね中東アフリカの地政学の中で大事な位置を占めているかだから逆にスーダンで起きることを 起きる革命を潰そうとする域内の力、今日お話する時間ありません、ね、サウジとかアラブ首国、アラビア首長国連盟といろいろ出てきますが、そういう力が働くし、一方でアメリカなんかももちろん面白くないでしょう、そういう意味で国際的な激しい革命潰しの動きが働いているけれども。 でもだからこそ今スーダンで起きることは今後成功するかどうかってものすごく実は中途アフリカ全体の民主化を占うことになるんだよということを最後申し上げたかったんです。そこをちょっと詳しい、えーえー、分析するお時間はありませんのでこの後2、3ご質問いただければその中で補っていきたいと思います以上です申し上げますあどうもありがとうございましたあの非常にやはり歴史と社会の背景を、えー、踏まえた非常に深いお話でした スーダンで起きていることを理解する上で非常に大きな役割、役に立つお話だったと思います。それでは時間があまりありませんが、会場から質疑、質問を受け付けたいと思います。ご質問がある方は、教師の上、私が指名いたしますので、所属とお名前をおっしゃっていただいた上えで、質問のマイクマイクを使ってお願いいたします。それではどうぞ 共同通信社の橋本と言います。今日は貴重な話ありがとうございました。あの今後の話なんですけれどもあんまり急ぐなというお話だったと思うんですけれどもあのど,どれぐらいのタイムスパンスケジュール感っというんですかね2年3年とかで民主化を達成しようとしているのかそのスピード感というんですかおっしゃってるようにエジプトチュニジアの時と比べると非常に分かりやすい例だったので僕は納得いったんですけどじゃあ どうなのかとでその途中で軍が例えばエジプトの場合、えっと、ラバー・アダビーヤでしたっけあそこに、えっと、座り込みをしていた人たちに最終的に、えっと、軍が突入していくということもありましたでそれを誘発したのは確かに、えっと、デモ隊側だったのかもしれませんけどそういうことをしないとはいえそういうことが起こらないとも限らないと思いますだからその軍が最初その強権的に出る可能性というのはないのか。 かその辺二点そのスケジュール感と群が強固に出ないのかお願いします。いやまずいいい一問ずついきましょうか。そうですか,分かですはいわかりました。したはいそれではあの他の方にも質問を募ります。どうぞ。 会員の川北です,、えーとですね、先ほどあの南スーダンの分離独立がです、ね、結果的にバシール政権を延命させたという趣旨のことをおっしゃったわけですけれどもということはです、ね、分離独立させるべきではなかったということなんですかあくまでその結果的にそうなったということをご指摘されただけのことなのかもう1つどうぞ。 あの読売新聞の岡本と言います。今日はありがとうございます。えっとこの英語のあの何ですか、リグレーションのフリーダマンチェンジのあの目的の二番目でそのナショナル国民移行政府のまあ設立を目指すということなんですけれども、それがあの構成される人がそのコオリファイドピープベースオンメリットをまああの 有能で、名声な人を得ている人からなってさまざまなスーダンの集団を代表するそれでコンセンサス・オブ・マジョリティの多数派のコンセンサス、まあ、ンンサを得ている人たちっているんですけどこれどう、どうまあ、具体的に何かあの。 聞こえはいいんですけども実際、どそんなことをコリファイアとしてじゃあ誰が資格があるのかとかグッドレプテーションとかそういうそマジョリティのあの、えーの同意を得てるとかその辺がど誰が決めるのかというのがちょっとよく分からないのとあのそういう中でコリファイドピーポーの中にそのもうすでにあのなんかしし有力な指導者というか,なんかあの一定のこう。 えー、人望の集まっている人があ、まあ、いるのかどうか、その辺を教えていただけるとじゃあ、ここまでまとめてお願いいたします。 はいえっと、いずれも難しい質問でそれからまた私が説明、えー、うまくできなかったことを補っていただくような質問だったのでありがたいと思います。えっと、答えやすいのがむしろ最後のご質問が一番答えやすかったの順番ちょっと逆に遡っていく形になりますが、えっと、最後の私、ね、から面白い文章なんですが一種今回の革命の最初から12月からあったわけじゃないけど1月に一応出されてその後これが今一つ一つの青写真となってきている。 もの見ますと確かにそのバシュー政権を倒した後暫定政権でそれをその一つテクノクラとこれは政党からなってるわけじゃないけど次の移行期が終わった後でに正式に選挙する前の管理する時期の,です、ね、その有能なスーダンでさまざまなグループを。 代表しているでマジョリティ多くの大多数のコンセンサスが得られる人たちからなるま文明政権ですねを作るということを言っている非常に大事な点だと思いますでじゃあ誰がそのスーダンのマジョリティの、えー、コンセンサスを得ている勢力って言えるのかとかだ何がそれを決めるのか大大事な問題なわけですねで結果的にはこれえっと今まいろんなその革命の過程で民主派勢力が言っていることを見ていくと結局その えー、例えば具体的にと今スーダンプロフェッショナルアサシエーションその専門職者協会に集っているような人たちとか、えー、あるいは人権団体の人たちとかあるいは今具体的にその軍部との交渉を何回か決裂しながらこの暫定期間中の立法府暫定期間中の行政府 それから暫定期間中のさっきの主権会議っていう大統領にあたるものをシンボリックな会議って3つぐらい作ることになったんですがその過程でこう交渉の中で言われてることを見ていくとやはりその書き、えー、に参加した専門職者集団とか人権団体とか労働組合とかそれから女性ですよね報道もされましたけど最初にその民主派はせが出したで軍部で跳ねられちゃって最初の案ではあの暫定期間中のレジスレーティブアセンブリーと立法府みたいなのを作ってそれは あの女性40%ト保,保障しろってことこれまでの日本の国家も40%もいないわけなんで大きいです女性なんて言ってますそういうふうなことをイメージされててそれからもちろん、えー、北部だけではなくて。 でダルフールとかノバサンチとかオンナルとかそういうマージナライズされてきた文化的な、えー、あるいは社会的経済的に虐げられていた地域の代表っていったことが勢力の代表っていったことが念頭に置かれると思いますがじゃあ具体的にどういう勢力がその国民の大多数のマジュリコンセンサスを得る勢力って認定されるのというとそのメルクマールはただ一つ今回の革命に参加してる人革命に参加してるでもまさにやってる勢力我々がそれなんだってことを言ってるわけですね。 えなので今そのこれめぐってもそれこそ軍部との間で,で毎日大論,争大論争していてですねレジティマシーってお前ら選挙で選ばれたわけじゃないだろうって軍部は言うわけですねだけどそのデモをやってる勢力の方は今は革命中であってこれはレボリューショナリーレジティマシーだって革命的正当性って考え方ありますが確かに沈静化して安定して選挙をやってでその選挙によってあの日本なんかの場合普通の えー、正常な選挙を行う時を行うときはその選挙によって初めてレジティマシーが合法性が、えー、確保されるわけですけど確かに革命やってった時にはその時は最初は選挙やってないからまさに革命に参加した革命やってるってことによるレジティマシーがあると民主派の方は言うわけですね。なのので基本的ににににはあの、まあ、今このデモにストライキに参加しててる勢力はそれによって えー、暫定移行期を担っている権利を獲得するんだという考え方がされていてで具体的には一旦た決裂しちゃったら今止まっちゃってるんですが一旦二2週間前に軍部との間で軍暫定評価のあ間で妥結の,、えー、の,の合意に達しかけた合意によるとその暫定期の、えー、移行期の えー、あの内閣の中には基本的には先ほどのこれ,要するにこれに調印した勢力なんですよ、えー、あの自由と宣言変革のための宣言に参加した諸勢力でこれは先ほど言ったそのスーダン、えー、専門職者集団とか女性団体とか人権団体とかいくつかの政党とかそれから実は面白いですね SPLMN っていう先ほどのもともとは南部で活動していたスーダン人民解放運動っていう。 ありましたそれが今南部が分離しちゃった後川井さに取り残されちゃった勢力がいて、えー、ヌヴァサンチとかアモナイル州ではそういう勢力が SPLM ノース北部 SPLM っていって北部の中であの、えー、活動している低下発地域の代表がいるわけですね。でそのうう人たちも実はこの、えー、宣言に調印していてそれ全部ひっくるめてこの調印に,勢力調印に、えー、宣言に調印した人たちのことを自由と変革のための宣言書勢力って呼んでて。 基本的にそれもしくはその勢力が認めた政治勢力によって移行期の暫定政権を作るというふうに決めています。でただこれもちろん軍は、えー、お前ら何の政党性があるんだ選挙してないんだなみたいなで他の政党は八号とする逆に非民主的だという言い方で切り返してきて逆にそういう切り返しをすることで軍の側かつ,ての暫定政かつてのバシール政権を支えていた。 NIF、えー N まあ、今それ NCP、ナショナル・コングレス・パーティーって呼んでますけど、それにつながるような勢力をだんだん混ぜ込んでいって、実際はあんまりあのあのあの、馬州政権で変わらないような暫定政権にしようとしてるわけですね、そこを今、ご質問の手をめぐって、まさに今、非常に激しい翼り合いがじっくり揺られているところといえます。結果 <coughs> <coughs> 番目ののりますすが、えっと、南スーダンの問題ですねこれ結果的に独立したたことは仕方なかった 思いますでつまりその、えー、90年代以降の,、えー、そのスーダンのおナショナル・デモクラティック・アライアンスですか、ねえー、国民民主同盟の、えー、プログラムというのは基本的に北部は北部で政治政党政党とか労働組合とか女性団体がその今,今起きているようなデモとかストライキをやって頑張ると。 それで同時にあの南部とかダルフルとかルワサンチの SPLM なんかが武装闘争をやるとそれで組み合わせてバシル政権を倒すってやってたわけですけど結局倒れなかったんですよね。ではこれは何かいろんな様子が合うでしょうけどそのバシル政権があまりにそのまでのヌメリ60年代80年代の独裁政権に比べてと本当にその治安あの警察国家で軍事治安に大きな力を 予算を莫大な予算を投入しているのでやっぱりその市,市民の活動の余地とのは随分限られてたで,でも限りそれにも限らずかかわらず今回はでき,たできてるわけなんで。 頑張ればできたのかもしれませんが90年代で一生懸命デモとかストやろうと思ってもできないような雰囲気空気があったわけですねそれから同時にやっぱりさっきバシール政権というのはその経済面では新自由主義なんだネオリベなんだって話をしましたけど昔はその60年代なんかにスーダン共産党な手順が強くてですねその労働運動とかえあるいはそのストライキジェネラルストライキとか非常によくやってたわけですがなんかそのバシール政権のネオリベ政策のもとで例えば鉄道の民営化 だだんだんさっき北部の後払って鉄道都市から列車が来るのを楽しみにしましたがただ今昔に比べると鉄道なんかほとんど自分使われなくなってしかもメンテナンスもできなくなってボロボロになってて代わりにバシエル政権下では鉄道はあんまり公共セクターである鉄道はほっといて民営化した長距離バスをいっぱい作って。 そ長距離バスの要素に思っているのは誰かというとそれはあのバシル政権の大物だと思う政治家ら同時にバス会社の社長でもあったりするわけですよね。それからなんかその公務員もどんどん首を切ったりしてなんかそのバシル政権下の下での公務員の政治的な解雇とかあるいはそもそも民営化によって公共セクターをなくしていくみたいな中で昔ほどのまとまったりなんかストライキとか共産,党共産党とかそういうものの戦闘力が随分落ちてきたということがあります。いいいろろろんんな要因あるんでしょうけど結果的に90年代いろいろ頑張った けど世間に倒れずでそ,んなそういう状況でちっとも、えー、南部とかに対する武力ダンスは終わらなくてでまあいくら我々あなた方は武力闘争やってください我々は北部でデモとスト頑張りますって言われても結局血が流れているのは南部なので南部の戦闘戦,争戦場になっている南部の人としてはたまったもんじゃないですよね。 その北部が新しないかいつもたって民主化しないじゃないかとこれももう同時にするしかないやということになっちゃったのは仕方ないので結果的に民主化が進まなかった以上そうなったのは仕方なかったことなんですが客観的なあの、えー、状況認識として今から振り返るとバシール政権何で生きながらかったかというと、えー、皮肉なことに南部問題でその南部問題にアメリカが介入する形でバシール政権と SPLM の二者間和平って切り分けて。 民主化の問題じゃなくてこれは民族問題人種問題なんだから北部はアラブイスラム教徒だけ南はアフリカ黒人なんでしょっって黒人だけ分離すればいいじゃんみていすごい嫌な一種単純化した形で切り分けちゃったわけですね。そういう形で一種拙速な方向で解決を図って南部分離独立という形で解決したことがあの結果的には集団全体民主化も暮らせることになったしバシル政権は民主南部、南北は併合の当事者になり上がることで。 座り座ることで政権を温存されることになってしまったって皮肉な結果を招いたと言える。そういう意味で非常に皮肉なんだけど、南部軍隊のためにバシル政権が生き残ったということを言えると思います。で、それ実は今も続いてるんですね。一種バシル政権にとっての最後の命綱って。俺は南北和平合意の立役者だよと。その俺を倒してどうするの？俺バシル政権に倒しちゃったら南南、南スーダン独立できないかもしれない。よっていうのが長い。長いこと。それがバシルの頼みの綱で。 2005年から2011年ぐらいまで一生懸命それで延命したわけですよね。で、その2011年南部分離しちゃったんで、南スーダン分離しちゃったんで、一応北欧国際政治にとってはバシール政権じゃなくてもよくなったんで、その時バシール政権倒れてもよく良かったわけですね。で、その後今度はバシールにとって幸いだったのは、南スーダンの中自身で内戦が起きたわけですね。で、皆さんまさにそのために日本の自衛隊が大変なことになったんでご記憶の新しいですが、独立したと思ったら今度は南スーダンの中で富と 権力をめぐる内戦が起きて悲しいことなんですがかつてまさにその新しいスーダンとか言ってスーダンの民主化に戦ってて、SPLM が、えー、なぜかその SPLM の中で南スーダン独立した後はサルバキール大統領とそれからえっとリエック・マチャールという副大統領の間で内戦になっちゃった2013年の末になり2015年の夏に内戦になりましたね。で南スーダン揉め始めたらワシールはなんかそれにもう一度関与することで一度これを図って。 結果的に南スーダンを揉めてるとだけどなんかその南スーダンの、えー、戦い合う SPLM の間に入って調整できるのは不思議なことで昔その南スーダンと内戦をやっててで逆,逆に最後にお交渉のテーブルについて一緒に話し合った中なんですごく敵同士だったけど実は話もできる関係なんだって SPLM とエルトの交渉は俺に任せとけみたいな感じでしゃしゃり出てきてここ数年間バシール政権は、ね、南スーダンの 南スーダン南部の内戦の仲介活動というのをやるようになってそれで一種国際的になんか生き残ってきたですよねで実際に去年の秋にはバシールの仲裁の下でサルバキル大統領とリエク・マチュアルの和平調印、まあ、これも崩れるかもしれませんけどなので今もまだついちょ最近までバシール政権は南スーダン問題をなんかてこにして生き残るってことを実は分離独立後も続けてきたそういう非常に面白い皮肉な構造が。 スーダン政治、南北スーダン政治をめぐってはあるってことは言えます。で、一番難しい質問で最初に、えっと、えっと京都通信の橋本さんの方からおっしゃられた、えっとスピード感の問題ですね。要するに今後の <laughs> 移行期が。 どうなるのかあるいはそのさっき言いましたが民主派の側はあの長い数年間の移行期を置いてその間に旧体制を徹底的に解体して民主的な選挙ができる状態になった後で民主化してってことを選挙やってってことを言ってるけどそんな優秀なことを言ってられるのかとなんか軍が強硬な視戦でる可能性ないのかいろんな問題が今紛失しておりますで今おっしゃったことについては本当にこれは私に答えられませんあの日々のそのまさに今毎日ハルツームで 続いてるデモとかストライキあ,の座り込みとかあるいはつい今週の火曜水曜に起きた、えー、ジェネラルストライキとかそれにまた軍がどう対応してってことをめぐってまさに今そこをめぐって力関係だと思うんですねであの先ほど申しましたように一応まあ大雑把な関係ってあの図式としては、えっと、民主化を進めたくないとかそか抜本的な旧体制の解体をしたくない人は短めに移行期を 取りたくてですねで抜本的な民主化したいとは長めに言うっていう傾向がずっとあの場合はあります。で具体的には4月11日に政権を掌握した暫定,暫定軍事評議会は2年間とりあえず2年間の、えー、短いんですが2年間の移行期を置いてその間は軍がやってその後選挙をやるってことを言ってる。 ただ最近はさらになんかこう揺さぶ,ぶりをかけ始めててそんなの早く文民政権に移行したい文民政権に移行したいっていうんだったらもう2か月後に選挙やったっていいんだよ俺はみたいなこと言い始めて逆に「あじゃあすぐ選挙やろうじゃないか」みたいなですぐ選挙やると大体 NIF っていうのそのナショナルコンクリスパーティーが結局名前を変えて出てくるのですぐ前の政権に戻れるわけなんでそれいうの揺さぶりをかけたりもしてるわけですよね。 でそれに対してたら今回のゼネストってのはそうじゃなくて移行期をしっかり置くとその移行期の時にただ移行期を軍じゃなくて民主派が民主派が市民が主導権を取る形で移行期政権を設けろということを求めてゼネストをやっていてでその民主派といいますかスーダン専門職者協会とか自由党変革宣言勢力の側は当初4年間という移行期長めの移行期をって言ってたわけですね。で結列してしいまたけど2週間前に一旦軍と 合意に達しかけた時には2年間で言っている軍と4年間で言っている民主派の間取って3年間の移行期っていうふうに言ったりしておりましたなので今後の力関係でどうなっていくかでありますけどゼネストも結構本当にもう,そうです、ね、あの皆さんお家に帰ったらそのパソコンをチェックしていただきたいですけどゼネストの画像がいっぱい出てますけど結構予想外に大成功のゼネストで。 あのほとんどの観光庁が全部休んでですね、えー、空港とかパイロットとかは鉄道とか全部ストップしてでんかあちこちに、ね、スーダンクローズド・あのフォー・レノベーションという改修中のため閉店なんていうよくお店の前にかかってる改装中のため本日休業とあちこちに張ってるスーダンはそういうあスーダンと国の改修中なので今 閉店ですみたいな空港にこうビラが貼ってあったりとかするような状態でジェネシティやって結構成功しました。でまあ、なので、ま、あの毎日の力関係ですけども結局結構やっぱり間を取っていって、えー、落としどころっていうんですかね、えー、その軍が2年といい民主勢力は数年といい間取って3年とかふうな形になるかもしれないですね。でおっっしゃる通りりももちろんその軍がやっぱり途中でも あの豪雨に癒やして全く交渉の応じないこのまま俺が2年間やるんだって言って一切後期に応じないとかそんな可能性もないではないですけどやっぱりそのスーダンいわゆる今も本当につばり合いです軍評議会は毎日のように外遊を繰り返して先ほど申しましたように一種スーダンって政治的あの政学的戦略的に大事なんでとにかくスーダンのなんか安,定性安定しててくれよみたいな力は生きないと多いんですよね。 ななののでそれを捉えていいきなりというのを国内で民主派射力による圧力がデモやストライキが激しければ激しいほど軍部の暫定評議会のトップは毎日のように外遊を繰り返してサウジとかアラブ首長国連邦とか場合によっては南スーダンとか外遊を繰り返してでスーダンの安定を担えるのは私たちだけだ逆に軍事政権であることが一種あの 信頼,信頼性につながるっていうんですかね国際的な支持を取り,取り付けようとしている。でただそれに対して民主派の側も黙ってなくてやっぱり国際的なロビー活動を一生懸命やってるわけですね。で本当は国際社会は必ずしもスーダンの民主化の見方ではなくて、えー、国連もあるいは先進国をはじめたとする国際社会 EU もアメリカも あるいは英雄アフリカ連合みたいなところもスーダンの民主化指数と言いながらい,いろいろみんな思惑はばらばらそんなに民主化しなくていいから早く安定してくれとかいろいろ思ってるので一筋じゃない,かないんですがただ民主派の側もあの国際社会,の社会の側で一定程度4月11日にバシリを失脚したとはいえその後軍事政権が利くなっちゃってるじゃないか早い民政移行を求めるみたいな。 こと一応 AU なんか言ってるわけですねそれ,なんかそれをうまく使う形でソ連の民主派の側もロビー活動をして、えー、軍事政権に座っることは許されなくて、えーまあ、AU、まあ、アフリカ連合は2か月以内,の以内に、えー、民政にあの文民からなる移行政権に移行することって一応、まあえー、あの注文を出してますそれに応えさせろという圧力あの運動を民主派力も国際的なロビー活動をやってやってるわけなんですね。 だから結果は今こまさに綱引きしてるんですがえっと案外その完全に軍部が切れてイスラエルってそこで終わっちゃうっていうことならなくてどっかとしどこを多分あの作って何となく合意してえー真ん中で折りり合うってことこになる可能性もありますで結構私もその海外のアナリストなんかとメールでやり取りしたりすると非常に状況は厳しいけどスーダン人は思ったよりあの。 って慣れてるんですね先ほど言った85年とか64年の軍の力を使いながら政権倒してでその後軍部と交渉してできるだけこう交渉の幅広げていく活動の幅広げていくっていうノウハウに意外に長けてるので私はオプティミスティックだモデレートリーあの完全にオプティミスティックってじゃないけどモデレートリーをオプティミスティックだある程度のところまで民,が民主派が押し返すんじゃないかっていううな。 アナリストの返事が返フランスのアナリストから返事が返ってきたりして,しています。でまあ、ちなみにちょっと打足ですけどその意味では逆にスーダンの方がオプティミステリる実は民主化の展望将来が明るくてアルジェリアの方が危ないんじゃないかアルジェリアは非常に同時に、まあ、あそこも独裁政権が倒れてみたいな、えー、明るい展望動きがあるわけですがあそこは逆に。 選挙やったらそれこそ逆に2段階革命のうな,なイスラム新勢力もう一度出てきちゃってみたいなことになりかねないからそういーたアルジェリアの方がやばいんじゃないかみたいなことをフランスのアナリストに聞くと帰ってきたりするっていったこともあります。でまあちょっと脱線しましたがなので今後そのどこまで結局スピード感どういうふうになっていくのかあるいは軍がどこまで譲歩するのか譲歩しないで切れて居座っちゃうのか全部全く予断許しませんが実はかなり。 え、この間の、あの、民衆の戦いとか、デモとか、えー、座り込みとか、えー、使の状況を見てますと。それを全部無視して、えー、何事もなかったかのように旧体制を再建するってことは、おそらく軍部の我もできない状況ではあろう。で、何らかの落としどころ、を見つけるところになるのではないかというふうに思ったりもしております。で、予言もできませんけど。はい。ありがとうございました。あの、まあ、そろそろこれで終わりにしたいんですが。 たまたま、ね、NHK の今、特派員がハルツームで取材をしていて、リポートを送ってきてましてです、ね、首都ハルツームの軍本部前では、民主化を求める人たちによる座り込みが続いています。現地は40度を超える凄まじい暑さで、今、しかもそのラマダンの真っ最中とで、断食が解かれる日没近くになると、座り込みに参加する人たちの数が増えて、互いにマダニー民生をと、挨拶のように声をかけ合うと。 いうことですけれども、まあ、この民主化の動き。最終的にどういう帰結になるのか、果たして成功するのか、いつまで続くか。っていうのは、なかなか予測しにくいということだと思います。えっ、ー、と、栗田先生には、あの、日本記者クラブ、あの、来ていただいて、視聴していただいてるんですけれども。栗、えー、田先生は、こういうふうにおかれて、になられています。えっ、ー、と、サラーム、平和、つまり、平和を求める、そういう。革命であったと、いうことが象徴的に。 施設されると思います。日本記者クラブからああ、先生にあの記念品をお渡ししたいと思います。どうも今日はありがとうございました。